皆さんこんにちは、カンボジアのマサトです。今日はですね、長崎県佐世保市にやってきます。ありがとうございます。あらっさ、なぜ佐世保市に来ているかというとですね、はい、理由はシンプル。世界一の壁がここにあるということで、今回来させてもらいました。見てください。じゃあ端っこから。はい、長い。東京ドーム55個分ということで、今回すごいでかい壁を、ね、目の前にしてやってきました。ということでね、今回、まあ、壁打ちをやっていくわけなんですけど、多分ね、みんなのエリアにもこんなにでかくなくても壁打ちあると思います。あるよね。あります。あると思います、はい、だけど壁打ちただ気持ちよく打つだけだと練習にならないので、どういう風に壁打ちを活用すれば練習になるのかということを今日は紹介していきたいと思います。お願いします。それではやっていきましょう。レッツゴー。レッツゴー。やってみよう。やってみよう。今見てもらったと思うんですけど、あの本来の試合の中であんなに思いっきり打つことないですし、多分今壁があったから良かったんですけど、壁なかったら多分ほとんどアウトしてます。であと思いっきり打ってあんな気持ちよく打ってるだけではただのストレス発散にしかならないので、あの壁打ちはしっかり試合を想定して普段試合で打つボールを打ちながら、あの壁とラリーすることを心がけてください。壁打ちは 100% の力ではなくて大体6割ぐらいで、かつ大体ネットのこの辺、まあ、ラケット1本分ぐらいですね、うん、この間を狙うっていうことをやると、まあ、より試合に近づいた練習になるかなと思います。本当にね、この辺とかもうミスになっちゃってるので、大体ボールがいい軌道で入る、いい深さで入るためには、まあ、大体ね6割ぐらいのスピードで、まあ、この辺を通すってことを意識すると、まあ、バックアウトもネットもしないような練習になるんじゃないかなと思います。あとはフォアとバックを意識的に打つことですね。さっきの NG 例はもうとにかく全部フォアでっていう風になってたんだけど、試合になるとやっぱりこう動かされて打たなきゃいけないので、あえてバックに回り込む、あえて厳しいボールをフォアに回り込むみたいな形でこうフットワークの練習にもなるので、そういったところもやるといいかなと思います。であとはですね、あの壁打ちになるとついついこう壁とラリーをするだけになっちゃう人多いと思うんですけど、壁はもうどこに打っても、ね、正確に返してくれるので、ボレーとかね、そういうところにも練習になります。なので最後見てもらったように僕は前に詰めていってこうボレーボールをしたと思うんですけど、実際の試合でも俺同じぐらいのスピードで返ってくるので、よく練習でローボレーだけやるとその打ったボールを見て、ね、終わってしまっている人多いと思うんですけど、そうじゃなくてその次返ってくるよっていうところまで壁打ちはね練習になるので、そういった意味でストロークだけじゃなくてボレーも、ね、中に入れていくとより壁打ちの練習になると思うので、ぜひやってみてください。お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、以上がね壁打ちの効果的な練習方法でした、はい、多分、ね、みんなの、ね、ところにも壁打ちってあると思うんだけど、あるっすね、大体ただ気持ちよく打つだけ多いと思います。だからね、今こう僕らが紹介した NG 例 OK 例を、ね、見てみんなもね壁打ちでいい練習をしてみてください。はい、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。